ストレートエニアグラムネトヘの友人はです。隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、うん、前回にやった、うんうん、あの恋愛シリーズが、うんうん、ちょっと自分の中で面白かった、うん、ご当人じゃないから、うんうん、的を射ているかどうかはちょっとわからないんですけども、うんうん、なんか読んでいくと、うん、的を射ていたような気がするので、うん、我が家、うん、多分おそらく私がタイプ6、うん、多分嫁ちゃんもタイプ6だと思うんですね。うんで6と6はどうなのか、6と6はどうなのかっていうのをちょっと検証したいと思います。よろしいですか、この我が家の恋結婚事情に付き合っていただいて、はいはい、タイプ6同士の恋愛と結婚生活、うん、これは2人にとっての意義をいつも真剣に考えるとあります、うんうんうん、タイプ6は頭の中で問いただす、習慣があり、何でも否定的に考えているかのようです、うんうんうん、しかし彼らは否定的な考えと相反する考えを区別しているのですと、うん、質問することで疑いを晴らし前向きになれるため、うん、タイプ6同士のカップルは難しい質問を歓迎します、うんうん、読みます、すいません、うん、反応せずに読みます、はい、また、うん、外部のことに対して不安を抱くと、うん、自分たち以外が皆的に見えたりします、うんうん、互いが力の供給源となり力を合わせて圧力を跳ね返し市民活動などに加わって大義のために働くのですと、うん、タイプ6は間違いなく成功する事柄より敗北者のために尽くすことを好みますと、うん、なるほど、うん、タイプ6同士のカップルには考えずにすぐにできる活動が適しています、うん、予定通りに物事をこなしているときにはタイプ6の猜疑心もおとなしくしているのです、うん、また触れ合いの時間が減ると不安が生じるので、うん、パートナーと会う約束があるときは絶対にそれを破ってはいけません、うん、将来を心配する人間にとって楽しむことは特に効果的です、うん、タイプ6は約束された華やかな将来といったものを疑うのでこのカップルは山へ行ったり公園を散歩するなど疑いを止めるちょっとした楽しい期待を持つ必要があります。タイプ6はお互いのことを常に考えていて責任について注意深く考えています。外見からはこのカップルはあまり情緒があるようには見えません。また自分たちの関係に対する意義を追求するあまり初めて会った時の肉体的感情的な魅力を忘れてしまうこともあります、うん、彼らにとってセックスはただの余興なのです、うん、彼らは確信した気持ちを抱きたくて実際に何が起きているのかを知りたがりますが度が過ぎないように注意しなければいけません、うん、どうですか。要は疑い合ってるっていうことですね。疑い合ってる、まあ、そうですね、頭の中でいろんなことを考えてる、よそよそしさはあるんですか。要はよく、うん、喧嘩が大事だって言うじゃないですか、うん、言う人は言いますよね。言う人は言いますね。大きな喧嘩をすることは大事だって、うん、結婚して、13年4年、うん、一度も喧嘩したことないんです、ね、細かいのは勃発しそうにはなるんですけど、うん、僕はいつも引くんですよ。相手も引かない。相手は結構バーンって言います、うんうん、僕は今言い返しません、うん、おすねちゃんになる感じで、うん、で時間が解決、うん、それは自分の方からバーンってなることはない。僕からはないです。一度もない。一度もないです、うん、なんか気にならないなとかない。ないです。あっても抑える。そうですね、うん、では喧嘩したら終わりだと思ってるので、あっていう不安があるんですよね多分。それでもお互い6だとすると6同士お互いに持ってるって話じゃないですか。なんで、うん、仮面夫婦仮面夫婦感はあるかもしれません。要はお互い腹に一物ある、うん、けど行ったらおしめえよ。だからその多分不安ですよねそう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 、多分お互いに、ね、うん、お互いに離婚するかもしれないみたいな不安を持ってる、はい、からこうそうならないように装ってるような感じはしてます。前は2と5の話をしたんですけども、うんうん、この6と6、うん、これ
あまり言われてちょっとピンとあまり来てないので、体調のところが、体調が9、で奥様が6だっておっしゃってたじゃないですか、ちょっと読んでみていいですか、6と9の恋愛、6と9の恋愛と結婚生活、条件付きの恋愛で様子を見てしまうとあります、読んでみますね、タイプ9は物静かで安心した雰囲気を発散しています、それは一日の仕事に疲れた時、温かな家庭に戻るような感じです、またタイプ9と話をしていると自分が受け入れられたように感じて緊張もほぐれます、タイプ6はいつも疑念や恐れを抱いているため、2人の間ではタイプ9は典型的に慰める側に回っています、回ってる慰める側にいるいつも、なるほど。相関図によればこのカップルはタイプ3で結びついていますが、それは行動に出るときどちらかが感情を抑えることを意味します、自分の感情を忘れるタイプ9は心が麻痺して機械的な恋愛をします、そして感情を持たずに行動するのはストレスを受けたタイプ6の典型ですと。タイプ6が自分の人間関係に疑問を抱くときは感情を棚上げして条件付きの付き合いをします、関係がうまくいくかどうかを見るためだけの関係を保つのですと。言ってる意味がちょっと分かんないですね、ごめんなさいね。でタイプ9が行動しないと、タイプ6は不安になります、通常疑念を感じたタイプ6が、タイプ9に行動を促すものの、タイプ9は押し付けがましく感じて何もしようとしません、タイプ6の疑念とタイプ9の優柔不断さが結びつくと、目標に向かって前進できなくなります、でなのでこの付き合うかどうかを決めかねている間は条件付きの恋愛をします、なのでこれは結婚する前の段階ですね、前の段階はその感情を殺したタイプ6と、心が麻痺をしたタイプ9が、なんとなくどうなんだろうっていうので付き合う、で例えばタイプ6なら親のためとか就職するまでの間といった条件をつけ、タイプ9ならこのままの状態でいいのかとか、これが本当の自分を望むものかと自問していますと、で2人は愛していると決断を下すまで何年もの間互いの感情の深みを見落としているのですと、でどちらかが行動に出ればこうした膠着状態は解消されます、特に人から強制されずに個人的な問題を追求するときには行動することで癒されます、行動がタイプ9の物臭さを解消し、現実的な成果がタイプ6の恐れを和らげるのです、とあります、はい、でこれを読んで、やっぱりタイプ6は、タイプ6のところにあったんですけども、その散歩に出かけるとか、ちょっと山に行く、ちょっとちっちゃいイベントがポンポンポンで定期的にあると、そこの楽しい楽しい楽しいで常に抱えているメランコリーな部分を忘れられる、今を見るみたいなのがやっぱり重要なんじゃないかなって思いますけどね、タイプ6のところ。そうですね、思いましたね。そのなんか成功とかっていうよりは、あ、そう、そう、今じゃあ成功っていうよりは今ここにある、だからこう自然とかに触れ合った方がこう今の状況をこう見れるみたいな、そういうことかなみたいな。やっぱりタイプ6はそれにつきますね、そういう感じは受けましたね、6と6の話の時に。でやっぱりそのタイプ9の時も前回のようなアドバイスはなかったんですけども、やっぱりタイプ6は行動させることで、何かの成果も出る、行動したことが、っていうのがまた自信につながって、次の行動、次の行動、でできるのであれば、あまり先を見て心配させずに、今に集中しなさいっていう話なんですかね。そんな感じですね。でタイプ9はタイプ9で、タイプ6が行動するように、タイプ9も行動しましょうと。っていうので、タイプ6とタイプ6。タイプ9とタイプ6の恋愛はうまくいきます、なんてことが書いてありました、うまくいくかどうかはあれですけどね、健全度の違いとか健全度の問題とか、いろいろ、お互いの問題、ただお互いの
タイプが分かっていると、うん、そうだね、うんうん、でちょっとコントロールはしやすくなりますよね、はい、この自分の気持ちの、はい、もう一人上からメタ的に見ることで、メタ的に、はい、このこうしちゃいけないっていう反応を抑えることができるじゃないですか、はい、っていうところで、はい、またちょっとこの恋愛シリーズを、はい、またちょっと取り上げたいなと思っています、うん、はい、またあのご自身何タイプでパートナーが何タイプみたいなものがあれば、うん、あのお聞かせ願えれば、はい、占いじゃないですけど、はい、うちはどうなのっていう、はい、エニアグラム的にこう、うん、こんな感じで、うん、こんなアドバイスができるかもしれません、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。